本気で自分と向き合う時とか、やっぱり龍の目をじーっと見たりすると自分と何か向き合いたい。描かれるときに、はい、ただの目を閉じてらっしゃる。あ、目を閉じてる、うん、開けてる目がいいんですよね。開けてる目がいいっていうね話です。はいはい。私はこう閉じてるのがとても好き。はいはい。だけど、龍描くときはね、目が命で。そうですね、龍描くとき目閉じるとちょっとね、龍の絵で見るとなんかパンチがないんだね。穏やかな不動明王不動明王とかだるまさんの絵とかね、あれも目閉じてるよね。なんか雰囲気的にね。うん。そう、でもなんかこう、この私は閉じてるのにもうすごくこうエネルギーを感じますし、はい、素敵で好きなんです、ね。はいはい。開けてるのが好きな方もおられるんですね。そう、その、うん、開けてる絵と閉じてる絵は、うん、使い分けます。はい。何を使い分けます。あ、ですね。主にですが、正面側を描くときは僕ちょっと目閉じる絵を描く、うん、そう選択をすることが多いんですよ。でなぜかというとですね、例えばこういう絵を飾った時に目が開いてるんだと人って無意識に緊張するんですよ。でちょっと横向いてる神様を目開けるとか宦官とかにすると横向いてると自分が見られてる感じがしないんですよ。でこれね心理学的にもあって、目の写真とか目の絵、例えば歌舞伎の目みたいなシールだけたまになんか貼ってたりしますよね。で無人販売のところにお金入れないで取っちゃう人がいるんですよ。でそこにね、目のシールを貼っとくだけでちゃんとお金払う。いや、僕はちゃんと払う。目があろうとなかろうと払うんだけど、目のデザインがあるだけで人って緊張するんですよ。見張られてるような気がする。だからエジプトでさ、お守りでさ、ウジャトって言うんですけど、あの目のこうありますね。あれは今から5000年前のエジプト文明、法律もなければ警察もいない時にどうやったら庶民が犯罪を犯さないかとかルールを守るかってことで目にするわけですね。あとアメリカのドル札にもピラミッドのところに目があったりしますが、フリーメイソンね、そんな感じで目があるといいとことしては犯罪率が減る。あとまあ力強いとかね、向き合うとかね、龍の目が開いてる、例えばお寺さんとかに書いた時は本気で自分と向き合うと、やっぱり龍の目をじーっと見たりすると自分と何か向き合いたい、なんか自分の厳しい部分を受け入れたりする、そういうのには力強いのですが、まあ、ちょっと穏やかな時はですね、目を閉じたのにすることが多いですね。今回の、ね、仏様の時で正面側の時は僕は目を閉じて描きたくなっちゃうのは個人的な好みでもありますが、描き終わったら美術館に飾っておこうと思ってますので、まあ、正面側ですのでちょっとね威圧感を消そうかなと思って今日は、閉じた目にさせていただきました。はい。皆さんがね、何か絵を描くときに、ちょっと目を閉じることによって、安らいだ顔。子供が寝ているような顔にするんですよ。子供が安心して寝ているような顔つきにすることによって、美術館というこの場が、子供が寝れるような空間、雰囲気を作ってくれるわけだね。日光東照宮って言ってね、徳川家康のね、魂が眠ってるお墓というかね、日光東照宮。あそこの宮司さんが言ってたのですが、日光東照宮には眠り猫っていうね、あの左甚五郎さんって、右だったかな真ん中だったかな左甚五郎さんって人がいて、眠り猫っていうのを作ったんですが、眠り猫を作ることによってみんなが安心していられる場所なんだよっていう、そういうね演出のために眠り猫を作ったってね、いうことでございます。ご視聴くださいましてありがとうございます。いいねやチャンネル登録、応援いただきましたら嬉しいです。100年残る作品を描いていく活動の励みにさせていただきます。私は世界遺産の静岡市三保半島にアトリエ美術館を建てさせていただきました。次にほんの数日ですが観覧できる日もあります。お越しの際は概要欄から観覧可能日をチェックしていただけましたら幸いです。また全国各地で講演会もしております。どこかでお会いできることを楽しみにしております。